作業を中断するときは作った作品や作りかけのものをビニール袋の中に入れます。ビニール袋には名前を書いておきましょう。ゴミ袋も一回一回捨てずに、このまま袋の中に入れておきます。細かい部品を作るときに使います。のり付け用の照明も入れましょう。全部出来上がったら、場所を動かして顔の表情を変えてみます。置き方を変えると鬼の表情が変わります。瞳の場所を変えると見ているところが変わります。場所が決まったら、今度は水のりでしっかりと貼っていきます。水のりで貼るときはのり付け紙を使います。新聞紙をノートぐらいの大きさに折って、ホッチキスで留めて、のり付け用のノートを作りましょう。貼るとき場所がずれてしまわないように、少し印をつけておくといいですね。のりをつけるときはのりつけ紙の上で端までしっかりとのりをつけます。のりは真ん中から端までしっかりとつけます。そして先ほどつけておいた印に合わせて貼っていきます。こういう風になっているものは下のから先に貼ります。のり付け紙はのりをつけるところがなくなったらめくりましょう。出来上がったら、裏に名前を書いて、ナイロン袋の下に置いておきましょう。